サイクロプスと仲直りできるなんて。たとえ不可能に思えても、諦めさえしなければどんな困難も乗り越えられるものだ。さすがアーサー、いいこと言うね。ハムハム。さあ、この山を越えればランスロットの領地だよ。日が暮れないうちに急ごう。彼に会うのも久しぶりだ。あ、これは。みんな旅行に行ったとかじゃないよね。ハムハハム。あの怪物に襲われたと見るべきだろうが。にしては亡霊にされた人たちがいないよね。どうしたマーリン。誰か見てる。誰かいるのか。いるなら答えてくれ。ほら、あそこ。あれ、誰もいないようだが。おかしいな。誰かに見られた気がしたんだけどな。確かに気がかりだ。夜風か。そんなはずないよ。扉はちゃんと鍵をかけたもん。では一体誰が。マーリー。何がお尻に触った。もう。誰だ。姿を見せろ。待て、よく見るんだ。あれは。怖がることはないよ。君に危害を加えるつもりはない。何かを伝えたそうに見える。マーリン、この子と話す方法はないだろうか。君が私たちを襲ったのに。襲う。私は危険を知らせようとしただけ。あれで伝わるわけないでしょ。ハムハム。この町もあの怪物に襲われたんだね。ランスロットについて知っていることはないかな。ランスロット様は私が殺した。どういうこと。詳しく聞かせてくれるかい。あの日、ランスロット様は怪物から町のみんなを守るため大聖堂に私たちを集めた。聖なる水の守りを施しておいた。ここなら安全だ。みんな絶対に外に出てはいけないよ。行かないで、ランスロット様。私は行くよ。アーサー王から託されたこの地と民を守る者としてね。様がいない間に怪物に襲われたら私たちみんな殺されちゃうわ。だからお願い。良いものがある。湖の加護を受けた首飾りだ。このおかげで私はいつも無傷だった。これを君に預けよう。こんな大事なもの受け取れないわ。必ず戻ってくる。オーブの恵みのあらんこと。ランスロット様。私は不安になった。首飾りはランスロット様が持ってなきゃ。だから大聖堂を抜け出して後を追いかけたの。だけど私やこの町の人たちが今の姿に変えられたのはそれからすぐのことだった。聖なる水の守りが失われたのはランスロット様の身に何か良くないことが。私が首飾りを届けてさえいればあの方を死なさずに済んだの。そうに決まってる。私が殺したってそういう意味。表現がいちいち極端なんだから。あのランスロットのことだ。そう簡単にやられたりしないよ。じゃあどうして大聖堂の水の守りが消えたの。それは。何も知らないくせに気休めなんか言わないで。全部私が悪いの。私が首飾りを落とさなきゃランスロット様は今も小無事で。あ、
アーサ？北の湖だったな。拾いに行くつもり？無理よ。あの湖は。少し遅くなる。あの人、本気なの？アーサーはいつだって本気よ。見つかるわけないわ。どんなに大きい湖か知らないでしょ。知ってるよ。この町に来るときに見たから。君だってアーサーを知らないでしょ。あの人はね、そんなことじゃ決して諦めたりしないの。大きいだけじゃない。どういうこと？あの湖には昔から身につけているものを投げ込むと願い事が叶うという言い伝えがあるの。だからあの湖の底には。どうしてそれを早く言わないの？言おうとしたけど、あの人が。だから私は無理だって言ったのよ。ほら、君も祈って首飾りが見つかりますようにって願い事が叶うんでしょ。私だって何度も祈ったわ。でも無駄だった。あの人だって手ぶらで帰ってくるに決まってる。じゃあそうやっていつまでも拗ねてなさい。首飾りが見つかりますように、首飾りが見つかりますように。どんなに不可能に思えても、諦めさえしなければどんな困難も乗り越えられるものだ。でも首飾りが戻ったって、ランスロット様は。ご覧、このかすかな輝きが私を導いてくれた。そしてこの輝きのように、いや、この輝きがある限り、ランスロットは生きていると私は信じる。ランスロット様。だから君も信じてあげてくれ。そなたの名は？エーリカ。エーリカ、とても良い名だ。みんな、ここで待っていてくれ。あの怪物を倒し、必ず戻る。そして、エーリカ、ランスロットを見つけ出し、そなたの思いはこの私が届けてみせる。あんなに慕われてるなんて、さすがランスロットだね。ああ、同じ騎士として誇りに思うよ。うんうん、ハムハム。一雨来そうだな。急ごう。あ、ま、待って、誰か近づいてくる。お前はランスロット！